質問は阿弥陀仏の十九願について教えていただきたいと。ですね。阿弥陀仏の十九願は28ページですね。摂河特仏十方主乗発菩提心ですね。発菩提心、まず菩提心を起こさなければならないっていうことですね。十九願で大事なことは菩提心を起こすことです。菩提心を起こすこと、これは阿弥陀仏の18願から受けて発菩提心なわけです。阿弥陀仏の18願では心心行欲生我国と誓われているわけです、うん、これは心行っていうのはですね、信じて望むっていうことです。信じて望む、そうそう、まあ、いわゆる憧れるとか敬うとか、こんな心になれたらいいなっていうふうに思うってことです、ね、思う、ね、じゃあどんな心になりたい、どんな心に憧れるのかというと私心なんです。私心っていうのは仏様のような心、仏の心なんです、ね、仏様の心を私心っていうふうに言うわけです。最高に正直で最高に清らかな心ってことです、うん、そういう心に、まあ、全知識を通して触れて私もそんな心になりたいっていうふうに思うっていうことです、うん、ね、そういう心になりたいと思う。そして私はその仏様が見ている心の世界に生まれたいと思うってことなんです。だからたとえ仏様と同じ世界に生まれたとしてもね、仏様と同じ心でなければ仏様の見ている世界はわからないんです。ただ我が国っていうのはそういう仏様の国があってね、浄土があってそこに生まれるってことではなくて、仏様が見ている世界ね、例えばその江川さんだったらこの私がね、私が見ている世界、この世界に私も出たいと、生まれたいと、こういうふうに思うってことです。そういうふうに思うこと、ね、思ってよし、その仏様と同じ心の世界に生まれるぞと
思うことを発菩提心っていうふうに言うわけです。だから仏様のような世界は素晴らしいな、そんな世界に生まれたいな、よしそんな心になるぞって思うってことです、これが発菩提心っていうことです、じゃあ仏様と同じ心になりたいと思ってどうするのかっていうと、殊勝功徳ね、殊勝功徳、もろもろの善を収めなさいっていうことです。これは具体的には仏法を聴聞して教えていただいたことを一つ一つ実践していくってことです。でも十九願は何が違うのかっていうとね、あくまでも仏様と同じ心の世界に出たいから諸々の功徳を収めるわけです。お金を儲けたいとかね、みんなからチヤホヤされたいとかそういうのじゃないんです。純粋に仏様が見ている世界を私も体験したい、どんな世界か知りたいっていう気持ちで諸々の善を収めるってことなんです。その諸々の善を収めることによってね、四心発願欲生我国、四心発願、発願だから四心になりたいと、十八願では四心に信仰していた、信仰っていうのはうわー素晴らしいな、そんな心っていいな、そんな心だったらどれだけこの人生楽に生きていけるだろうか、こういうふうに思うのが四心信仰ってことなんです。それが実際に自分がよし四心になろうと思って一生懸命善に励むわけです。善に励むっていうことは仏様から教えていただいた教えを真面目に実践するってことなんです。そうやって四心の心になりたいと思うってことなんですね、なりたいと思う、そして仏様と同じ心の世界に生まれたいと思うってことなんです、じゃあ一生懸命頑張ってね、なれたらいいけどなれなかったらどうしようって思うじゃないですかね。その仏様の心っていうのは果てしなく遠い、果てしなくすごい、私のようなものがとてもなれるものではないって思えば思うほどね、四心の心にはとてもなれない、じゃあ私のやるこの善は何の意味があるのかっていうふうになるわけです。なれるんだったら四心の頑張って四心の心になれるんだったら頑張るけど、
なれないんだったら頑張っても意味がないっていうふうに思っちゃうんです、うん、頑張っても意味がないと思う。そう、やり損だと思っちゃうんです。やり損、そう、私はそう思ってるんですかね。思ってないと思います。それは一生懸命やったものが徳となって来世に引き継がれていくと思うから。でもみんながみんなそういうふうに思うわけじゃないわけですよね。だからその一生懸命やった見返りが欲しいんです。一生懸命頑張ったならできなくても何か見返りがあって欲しいと。そこで一生懸命頑張ったら指針の心に生まれることができなくても臨終十字、軽量風量、大衆陰陽、言語人前者、風習小学って、あなたの前に臨終にあなたの前に現れて仏の世界に連れて行きますよって教えられてるんです。だからあなたのやった善は無駄にはなりませんよ。あなたが頑張ったらいい世界に行くことができるから頑張ってやっていきなさいよっておっしゃってるんです。これなんかあの幸せな人生を送りたいっていうふうに思うことは、いい世界に行きたいっていうふうに思ってることになるんですか？幸せになりたいっていうことは、この十九眼ではね、幸せになりたいっていうのは幸せな環境に生まれたいと、うん、こういうふうに思ってる人と、いや本当にこの意味が分かればね、菩提心、発菩提心っていうのは幸せになるっていうことは幸せな心にならなくちゃいけないわけです。幸せな心にならなくちゃいけない。幸せな心になるために善に励むわけ。善に励むことによって、その因ね、その報いね、その因果の道理によって幸せな心になりたいっていうふうに思うのが十九眼っていうことなんです。本来はその幸せな心に生まれたいっていうふうに思う教えなんです。でもその十九眼を読む人の中には、そのいわゆる環境が幸せだと思っている人っているじゃないですか。幸せになるっていうことは幸せな環境が幸せなんだと思っている人がいる。そういう人にはね、まだこの仏教の本当の意味が分かってなくて、幸せな、ね、幸せになるってことは幸せな環境が幸せを生み出していくっていうふうに思ってる人がいるから、じゃああなた一生懸命善に頑張りなさい、善を頑張ればいいところに死んだ後行けますよ、こういうふうに教えられるってことです。生きてる時に善に励めば死んだらいい世界に連れていくから、だから生きてる間どんなに辛くても苦しくても善に励んでいきなさいよ、死んでいい世界に行けるから良いことに励みなさいよ、こういうふうに教えられるってことです。その臨終にその仏様がお迎えに来るっていうようなことっていうのは別にないわけですか？それはないかって言ったらこの誓いなので、あるわけです。それは阿弥陀仏の本願なので、お迎えに来るっていうことはあるっていうことなんです、ね、善に励んだらお迎えに行く。だけどそのお迎えに行った先が
幸せな世界か幸せな世界じゃないかっていうことはあなたの心が決めるわけです。どんなに幸せな世界に行ったとしても私の心が苦しんでいたらそれは苦しみとしか映らないわけです。私本当に何だろう、仏教って本当にこう自分の心しかこう教えない教えなんだなって、心だけを教えることなんだなっていうことを感じるんですけど、うん、はい、心しか見ないというか、はい、なんか それはそうなんですか？なんかちょっと、うん、心を見ていく。私も幸せになりたいっていうのは別にその幸せな環境じゃなくて、どういう環境の中にいても、うん、私は幸せだっていう心になりたいっていう、それが仏教で目指している目的なんです。どんな環境だから、よく死んだらどこに行くかわからないとかって言うじゃないですか、ね、阿弥陀仏に救われても死んだらどこに行くのかはわからないんです。わからないけど、どんな世界に行ったとしても幸せだなって思える世界に出るってことなんです。どんな世界が待っていたとしても、それが私の心で幸せか苦しみかを決めるんだってことなんです。だからその幸せな、ね、心になることが幸せになることなんだと思って発菩提心するわけです。よし頑張るぞ、じゃあ頑張ってどうするのか、ね、そしたら善に励みなさい、良いことに励みなさい。良いことっていうのは今まで仏教で教えていただいたこと、聴聞によってこうしなさいよこうしなさいよって教えていただいたことを真面目に実践していきなさい。いつまで？死ぬまでなんです。死ぬまで、ね、ここまでやったらやらなくていいっていうことではなくて、どこどこまでもやっていきなさいよっていうことなんです。これ説法の中でもそのやはりもう善をするしかないんですっていうふうにこう上田さんおっしゃってたんですけど、まあまあ、いろんな善があるって言ってもそんなに私あれもこれもってできないので、今はその自分の心にこう優しくする、で、まあ、努力してそういう心を起こすことですって教えていただいたので、今はまあそれだけをこう心がけてるんですね。なんかちょっと今までなんか自分の心をちょっと本当にズタズタにしてたような気がするので、やっぱりそれはちょっと本当にかわいそうだなって思うので、まあ、私自身にこう温かい言葉をかけたり優しくしたりっていうふうにこう心がけてるんですけれど、それがですねやっぱりこう毎日こう反省するとなかなかできないなと、いや今日もちょっとやっぱり痛めつけちゃったなとかいうふうにこう思うんですけれども、なんかこうそういう状態でいいんですか？いいんですかっていうことで言うなら、そうやって一生懸命努力していけば、ね、努力していけば必ずその傷つけなくなる時が来るのでね、そこまで頑張っていきなさいっていうことです。まあちょっと依然と自分でも違うなって思うのは、できない自分に対して優しくなったかなっていう。はい、なんでできないんだろうとか、もうできないとダメじゃないのみたいにこうなんかすごく思ってたんですけど、なんか、まあそのうちできるようになるだろうとか、まあ仕方ないねっていう
でこんなんでいいんかなとかね、またそういうふうな気持ちが出てくると、あ、なんか善をするっていうのは、まあ、そう心からですよね、本当に仏様のようになりたいって思って行う善っていうのは、もう本当にできないもんだなっていうのはすごく思いますけどね。まあ、時々ちょっと本当にこうできるようになる時なんか来るんかなとか。来ますよ、来ます。できるようになる時は来ます。でもそれは時間がかかる。だからこの熟眼で大事なのはね、やっぱり死ぬまで今の自分の心がけを続けていこうっていう。だから臨終に迎えに来るぞっていうことをね、みんな明かりに頑張れよ、いつまで死ぬまで頑張れよっていうことはね、熟眼で大事なのはね、途中で諦めないってことなんです。自分の中でこれをやろうって決めたらね、それを死ぬまで続けていこうっていう気持ちが大事なんです。そうそう、その仏教で教えられてる禅っていくつもありますけれど、はい、そのどうなんですかね、あれもこれもってではなくていいです。自分が今一番心がけようと思っているもの一つでいいです。一つを徹底的にやっていく、それが身についたら今度次のこともやっていく。あ、そういうことでよろしいんですね。はい、うん、そうすると今私は、まあ、この心がけてるのは2つあって、一つはもうこの日常生活に一番大事なことなので、まあ、あの範囲のままにしておかないっていうことと、はい、で教えていただいたその仏様であったらどうするかと、で、はい、そういう心で、まあ、自分にこう優しくしていきたいっていうことを、はい、まあ、ずっとやっていけば、はい、よろしいってことですか。そうですね、はい、あ、そうですか、はい、またくじけそうになったら、はい、お願いいたします。はい、わかりました。